けど。あ、そうなんだ。みんなその笑顔を見ていると不思議な気分になる。誰でも穏やかに楽しくなってくる。どんなことにもくじけない勇気が湧いてくる。みんなその笑顔を見ていると懐かしく思い出す。少年の頃のセピア色の景色。千年後根に登って遊んだ夏休み。その笑顔を見ていると豊かな気分になる。裏の畑にはナスやキュウリトマト。前の川に降りればカジカヤマメアユ。井ノ原村に生まれ落ちてこの村に育てられ、みんなの幸せ見守ってゆきます。夕焼け役場前に今日も立ってます。夕焼け役場前に今日も立ってます。どうもありがとうございました。覚えなくていいですか？